にちは、スプレッドライダーの道下ゆうきです。今回自分が、このメインで乗ってる LTA について紹介したいと思います。形状が、キャンバー形状で一番オーソドックスな形になってます。で、自分が、この板を気に入って乗ってる理由なんですけども、まあ、スプレッドの板全般によるんですけど、センターソフトに作られてまして、まあ、板がちょっとねじれやすい、トーションが使いやすい形状になってます。ノーリーをとかアンディとか、まあ、ちょっと回転系のスピン系の技を使った時に、自分はトーションをかけて回転を止めたりっていうコントロールをしてるんですけど、まあ、そのエッジの反応が、まあ、LTB とかの可変キャンバーに比べると反応が速いっていう理由で、キャンバー形状の LTA を好んで乗っています。グラトリだけじゃなくて地形とか、まあ、カービングとか、まあ、いろんなこと、スノーボード全体をなんか楽しみたいなとか、グラトリだけじゃなくていろんなことやりたいなって思う方に一番向いてるんじゃないかなと思います。こんにちは、スプレッドライダー菅谷です。この LTA はスプレッドのモデルの中で一番キャンバーがしっかり入っているモデルとなります。そのため、クイックに弾きたい方や僕みたいにカービングを重視したい方におすすめです。またスプレッド全モデルの特徴として、ユークエッジを長く設定しているので、そういった意味でもしっかりカービングしたい方や、トリック打つ際もスイングウェイトを軽く乗ることができるため有利に動けると思います。ぜひこのスプレッド LTA、カービングの質を維持しながらトリックもどんどん入れていきたいという方におすすめです。